はい、ゼルダの伝説スカイウォードソード実況プレイのパート27ですと。3つの、石板で行けるようになった地方のね、攻略を終わらせて、ゼルダからね、女神のハープを託されたような、状態で終わった感じですかね。まあ、まだまだ、魔物の素材とかも集めて装備品も強化したいところですけれども、とりあえず今回は、話を進めていきたいと思います。ということで、封印の神殿に向かいます。どっちだっけ？こっちか。なんでインクなんで邪魔、体中が痛え。リンクおめえもっとうまく着地しやが。なんだこのちっちゃい鳥は。なんだありゃ。お前それでも騎士の卵か。どこだここは。俺はよ、ゼルダが消えちまっておめえがちょろ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 動いてやっからよ、おめえにくっついていきゃゼルダを見つけられんじゃねえかって思ってよ。けどあれはなんだ、この景色は何なんだ。ここはどこなんだよ。お前知ってんのか。ゼルダもここにいんのか。雲の下には何にもねえんじゃねえのかよ。正直おめえの言ってることわけわかんねえんだけどよ。つまりあれか、ゼルダは無事なんか。そうか、無事か。無事なんだな。よかった、よかったぜ。なあリンク、ここバドランドって名付けようぜ。台無しだ。でリンク、おめえの話だとこの道の先にある神殿のばあさんがゼルダの行方を知ってるんだな。そうか。よしリンク、おめえここまでご苦労だったな。けどもういいぜ。あとはこのバド様がおめえに代わってゼルダを探しに行ってやる。俺様がゼルダを助けて、二人で一緒に島へ帰って。プロポーズしてゼルダに OK もらって末永く幸せに暮らしてやるから。とにかくおめえをもう心配すんな。じゃあ、俺はそのばあさんのところへ行くぜ。達者だな、リンク。奴に一体何ができるというんだろうか。まあ、とりあえず。あれ、このとこ降りたっけ？なんだとばあさん、ふざけやがって、もう一遍言ってみろ。残念ながらそなたではない。あの巫女ゼルダを救うことができるのは、それは遥かな過去に定められた使命であり、この世を救うための。うるせえ、俺が、このバド様がゼルダを助けられねえはずがねえ。それができねえってんなら、俺は何のためにこんなところまで来たんだよ。つうか他の誰にそれができるってんだよ。なるほど。ゼルダを助けるのはやっぱりおめえだって言いてえのか、リンク。ふざけんな。使命だかなんだか知らねえが、この俺はそんなもん認めねえ。絶対認めねえからな。リンク、ゼルダには会えたのじゃな。そうか。あやつにも会ったのか。そなたの見たゼルダのそばにいた者の名はインパ。ゼルダのために女神が使わされた存在じゃ。ゼルダとインパは女神に与えられた使命を果たすため、とある場所に旅立った。しかし、その時使った扉をインパが破壊したのであれば、二人を追いかける方法は一つしかない。ゼルダから託されたハープ、その力を使うのじゃ。してリンクよ、そなた、ハープを演奏してみたか。その様子だとまだのようじゃな。よし、使い方を教えてやろう。わしの言う通りにやってみよう。まずは X でハープを構えてみるのじゃ。わしの髪飾りの揺れのようにもっとゆっくり奏でる。え？いいの？では次じゃ。今度は光の輪に合わせて演奏するのじゃ。そなたの演奏に合わせてわしが歌を授けよう。そなたにこれから必須となる歌じゃ。え？いいの？女神で歌を覚えた古代から伝わる神秘のメロディー。あ、それでいいなら俺でもできそうだけどな。お？今そなたの持つハープ、それこそがこの地を治められた女神様の神器、女神のハープ。奏でるメロディーによっていくつもの不可思議なる現象を呼び起こす神秘の楽器なのじゃ。そして、そなたの眼に移りし大いなる壁。それが時の扉。この世界に残された最後の一枚であり、ゼルダの向かいし世界へと結ばれる唯一の扉。この扉をくぐることが叶えば、そなたはある場所へと誘われるじゃろう。しかし、それをなすためには、多くの苦難を乗り越え、その身を危険にさらし続けることとなろう。リンク。それでもそなたは、その道を歩まねばならぬ。女神が選べし、運命の子。あいつまた余計なことしないでねえか。これはやはり、かの者が結界を破ったのか。扉の出現に反応するのではないかと予想はしておったが、まさかこんなに早く。リンク、話は後にするぞ。今は急ぎ大穴へと向かい、様子を見るのじゃ。この戦いね、やったことあるっちゃあるんだけどね。なんだこの振動。地面が震えて上がる。ありえねえ。リンク、急いで中央にある封印の石柱を確かめるのじゃ。いつあの魔物が復活するか分かる。心して近づくんでしょ。仕方ないぞ。で、あれ、やべえの出てきたよー。封印されしまう。やはり封印を破りよったか。そやつのことは後で説明する。とにかくそやつをその穴より外に出すな。神殿に近づかせてはならん。下からか。なんかあれさ、ヌジ虫みたいな生え方してんの嫌だな。いや早い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 。どっちかって進まれてんだよなこれ。痛っ。よっしゃ、剣の振り方すげえ適当だけど、お、いいか。今じゃリンク、その封印の石柱にスカイウォードを浴びせるのじゃ。急げ。よいしょ。見事よのうリンク。覚醒直後であったとはいえ、過を再び封じ込めるとは大したものよ。しかし残念ながらこれはわずかな時間を稼いだに過ぎぬ。そなたが封じた巨大な魔物、あれは恐るべき存在よ。先ほどの様子からしていつまた封印を破ってもおかしゅうはない。そなたに課せられし使命にそう多くの時は残されておらぬ。リンク、神殿に戻れ。先ほどの話を続けよう。どこの男はどうすんだ。見ての通り、今は石の塊に過ぎぬ。しかしこれは眠っておるのじゃ。目覚めさせるには特殊な、そして強大な力が必要での。その力とは、そなたの持つ剣より放たれる聖なる光、スカイウォード。残念じゃが、今のその剣に扉を目覚めさせる力は宿っておらん。剣は扉を開くため、そなたと共に成長せねばならぬのだ。森のフィローネ、火山のオルリン、砂漠のラネール、それぞれの大地に眠る3つの聖なる炎でその剣を清めねばならぬ。すべての炎を刃に受けしとき、その剣にさらなる力が宿るであろうよ。3つの炎の手がかりは、そなたのふるさと、スカイロフトに伝わる女神の歌、その歌詞の中に隠されておる。その謎を解き、聖なる炎を探すのじゃ。まずはスカイロフトに戻るがいい。あの島には女神の歌の歌詞について詳しいものがおるはず。悔しいが、そのばあさんの言う通りみてえだな。俺にはゼルダを助けられねえ。そなたにはそなたにしかできぬことがある。今に分かろうよ。どうすんだろう。では、ユキリンク。使命を果たし、ゼルダを救うため、今はその身をそなたの運命に委ねよ。まあ、ハープがね、奏でられるようになりましたよと。だってさ。何もできなかった。何も。大丈夫かいつ。まあまあ今は悩め。さてと。じゃあまた新たな旅だね。とりあえず一旦スカイロフトに戻ってみよう。ついに発見した頃よ。美しい音色に反応するアゲハがたくさん飛んでいる頃、きっとこの場所に間違いない頃。しかし残念ながらわしは音楽センスがない頃。美しい音色なんて奏でられなくて困ってる頃。つまり、ここで。なんか生えた。顧問主任と話したけど。おう。まあいろいろヒントをくれるみたいですね。覚えとこう。後から。顔怖っ。魔物。はい。まあ、ある程度してたけどね。新商品があるじゃない？ちょっと待ってろ、お前。きっと次の攻略で必要になるだろう。よし。いくらだ？高い。高い。高くて買えんかった。はい、まあいいや。まあ、あの盾は何としても手に入れたいので、まあ、ちょっと頑張ってお金は稼ぎたいと思います。まあ、どのようにして稼ぐかちょっと微妙なんですけどね。で、また次の冒険に出かける前に、今できることは、なるべく片付けてから進んでいこうかなということでね。まあ、次回このスカイロフトでいろいろ探索してみたいと思います。では、ゼルダ伝説スカイウォードソード実況プレイパート27、最後までご視聴いただきありがとうございました。次の動画でお待ちしております。それでは皆さんまた見に来るな。